皆さんこんにちは、ドラムパーカッションの山下雄平です。突然ですが、カービィの敵キャラといえばそう、デデデ大王ですね。今日はですね、スーパーマリオメーカーでデデデ大王が主役のコースを見つけたので遊んでみたいと思います。デデデ大王のワクワクお散歩コース、キープウォークということでですね、今右ボタンだけを歩くように押してますが、すごい、あ、これ全自動的なやつですね。ほうほうほう、デデデ大王がすごいすごいすごい、え、これテレス当たってないの？え、すごい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 、では右だけずっと押してます。おお、デデデ大王なんかこんなに軽快に動いてたらなんか逆に違和感あるんですけど、このお散歩コースすごいですね。おお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 、早い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 、ゴールが見えて、ゴール、あれすごい、あ、テレンテン、ちゃんとカービィの音楽ですね。というわけで、デデデ大王のもう凄まじいお散歩コースでございました。もう見ていてめっちゃ楽しいコースでした。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのコースで遊んでみましょう。意外とむずい、意外とむずい。まあ、とりあえず向こう行くしかないですよね。よいしょっと、 OK、 おなるほどです、なるほど。だからジャンプして前押しちゃダメ、ああ、まあ、お約束ですよね。もうでももう行ける気がします。なるほどですね。踏んでそのまま OK で、これはもういらないかな、いらないな、ポイッとで、上に、おお、あ、こういう感じね、よいしょ、というわけでゴールです。まあ、意外とすんなりいけたんじゃないでしょうか。